皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはリムルに強し、ある大型の虹バッチやっていきます。まあ、あると言ってもすぐ分かりますが、ゼウスですね。サンコスに強しやっていきましょう。お、早速虹バッチ引いていく。で、大型固定にしてますんで、まあすぐゴーできますというわけでいきましょうか。まあ、リムルがサンコストなので、まあ、ゼウスがリムルアンチで、最近のゼウスはリムル関係なくすごい強いキャラなんで、引いて嬉しいわけなんですよ。引いて嬉しい枠だったら虹バッチ優先的に取るべきでしょうというわけで、今回はゼウスの虹を取りました。他にも大型はいますが、とりあえずね、環境にのっとった大型の虹バッチ。さあ、イフリート、マーミー。あ、取れないね。まあ、しょうがない、これは。で、ダイナマイトの爆発を食らいたくないので、一旦剣士でここを抑えつつ、こっち、カニっちゃおうか。パンダじゃなくて、カニビとかにしようか。で、後ろの打鍵でいこうか。で、ワイラは、まあ、打ちましょう。まあ、ワイラ打つんですけど、ここ、悟空かな。ちょっと、ダイナマイト一回かっちゃうとしょうがないとして、悟空取るぞ。取れない。さあ、ここ倒しきれないか。あ、でも倒しましたね。そして、ダイナマイトじゃなくて、悟空が頑張ってますね。まあ、あれはもう無理よ。あれ、放置でいいと思う。強いね。さあ、ここね。あ、なるほど、そんな感じか。あ、じゃあ、パンダで。で、まあ、フォワードでいきますか。ワイラがめんどくさいんですが、こうワンパンにされたくないんですが、いかがでしょうか。取れました。そこはやれてないが、まあ、これやれるでしょう。OK。でもね、ここだね。あれ多分ね、あ、これ投げられてるのはよくねえな。まあ、そこ多分横はできると思うんで、ここだけ、ちょっとあんま3発使いたくないんだけど、使わざるを得ないね。でも、悟空は大丈夫。問題この後。あ、それ殴り始めちゃった。マジ？ダメ。抑えに行ったけど、本当は抑えたくなかった。ゼウス行こうか。さあ、虹バッチさすが、即スキルを打つ。が、しかし、ワイラを一撃で倒せないんか、お前。そうなんだ。へえ。で、メタドラガールが来てしまう。まあ、それしょうがないじゃん。ドロロロはされるけど。時間的にメタドラガールに負けることないと思ってるんで、パンダ出して壁張って、ゼウス頑張ってんじゃないか、これ結構。もう一回？あ、さすがに無理か。で、下はやれる？あ、OK、やった。そこもやれる。ただちょっと時間が足りないかなーって感じかな。さあ、今ね、かなりね、耐久がなくて、ワイダがきつくて、コストめっちゃ持ってかれたんだけど、ゼウス虹バッチのおかげで出すの間に合いましたね。ありがとうございました。てか、ゼウスの色と虹バッチの色めっちゃ似合うね。はい、それでは続きましょうか。まあ、ゼウスっていうめちゃめちゃいいキャラだから、本当にいいキャラなんだ。ただいいキャラなんだけど、このキャラは得意なキャラと不得意なキャラがはっきりしている。得意なキャラは当たり前のようにドラゴン。そして3コスト。まあ、あとは、まあ、一部ね、レッドラガールとか、まあ、得意なキャラはいるんですけど、不得意なキャラが、インファイトの火力型と、あとは遠距離大型。例えば、フォアガ、ブラガ、まあ、ミノガもそうだね。そういう遠距離のゼウスが直接殴れないタイプは、かなりきつい。まあ、あとは、そのサイクロはまあ当たり前として置いといて、サタンとかサタガとか、ああいうインファイトが強いタイプのキャラ、ああいうのに対しても正直有効ではない。まあ、しょうがない。キャラのコンセプト上の問題だから、そこまでね、倒しちゃったらちょっと問題なんで、まあ、しょうがないんですが、さあ、フォワードで行きましょう。大丈夫？通れるよね。オッケー。さあ、リムルで、あ、吸収はできなかったが、どう？さて、あ、ナイス、グラトン、素晴らしい。で、バルキリーの学校だるいな、それ下削られちゃってるんですけど、放置することによって少しでもフォワドラを延命させたい。ナイス、フォワドラ超強い。君は優秀だ。フォワドラ強、何こいつ、え、やばくねこいつ。今普通に考えて、さあ、ここゼウスで射程使って、さあ、衝撃感は出てるが、ナイス、いかずし、素晴らしい。さあ、フォワドラやられましたか。もう十分ですね。仕事がやばい。
死ぬほど仕事したフォアドラ。さあそしてここでゼウスで行かずち狙ってマリオネットパーンと、もう一回打ったらマリオネット全パーンと、素晴らしいですね。で取り手を狙いに行く、取っていく。さあここでドーンからのアマゾネス、トンと。でビートルガールがまあ強いですけど、ネズミだったら台湾いけるっしょ。さあここはねリムルで吸いましょうか。あ、吸おうと思ったけどあれだわ、ネギドだこのタイミング、ドーン強すぎ。というわけで川島ですね。まあピクドラっていうね強いキャラ、まあ今のねキャラグラでも出てきますね、キャラグラにピクドラがいるんで、それに対しても有効だし、まあ、正直ね今のゼウスってかなり高評価だね。はい、それでは続きましょうか。ゼウスの虹バッチしっかり活躍して本当に嬉しい話。せっかく虹バッチの動画出してるのにね、ゼウスが活躍しないみたいなことだったらね悲しい話なんで、まあ虹バッチ引けなくても実際強いんだけど、このキャラ今回虹バッチのおかげでね、まあコスト管理が楽になってるよと。金バッチの恩恵プラス、まあコストマイナス1、まあコスト管理が少し楽になるよといった感じですね。どうしてもやっぱね、中型戦やってたりとかしてコストがきついなとか、まあ、特にこの7コストカードとかと組ませるならね、なおさらコストきついなっていうシーン生まれると思うんだけど、おにんこ太っちょか、ちょっと面倒いの来ちゃったな。どうしようかな、まあフォアドラで殲滅してもういいかな。うん、すごい数だね。ブルーガーか、そうくる。じゃあもうゼウスいっちゃおうか、こんだけやったらね。うわー、ゼウスいったらまさかのそれですか。あ、待って、渦潮できてる、できてるけど良くない展開ではある。一回ずつ打たない、全く。一回打てよ、お前。一回でいいから、一回でいいから打てよゼウス。そうだけどそうじゃない。さてさあどうかな、いけるかな。一応ね、なんだかんだね押し返せてるんだよね。ダメージはもういいよ、やり合おうぜ。なんか殴られたり、あそこ殴ったり、忙しいね、よくわからんね、なんだろうねそれ。まあ悟空流しましょう、時間いっぱいなんでね、大丈夫です、抑えられないと思います。ナイス。というわけでカウンター成功、完勝ですね。もうゼウスさんちょっとニートでしたね、完全に。イカズチもっと打ってくれたらね。でもあれ当たんなかったかな、上のライン、ブルガとかに範囲、今一発打ったけど当たんなかった気がするんだよな。ありがとうございました。はい、それではねゼウス虹バッチラストいきましょうか。いやマジね、どうもね虹バッチにしようかねずっと迷ったんですよ、次のね取得する虹バッチ。今コイン貯めといて、リムルのために取っとこうかなと思ったんだけど、まあ、リムル多分金バッチまでしか出ないんじゃないかなと思って、まあ、これでもし万が一で虹バッチまで解放されちゃったらちょっと困るんだけど、多分ね出ても金バッチなんじゃないかなって予想してます。シンラとかもそうじゃないですか。さあランガシンラとかもね金バッチまでしか出てないんで、さすがにリムルもそうじゃないと。さあ足はいなそうだね、どっちから行こうかな。朝倉から攻めるか、シマリス、シマリスちょっと面倒くさいんだよね。あ、これはねもうねこれ行く。おお、その感じ取っちゃったんだけど、いいのそれ、ラッキーすぎる。いやゾンビいるって、それはちょっとまずいなと思いましたが、ここはゼウスドン。マーマンが耐久値めちゃめちゃ高くて、ゼウスに対してね有効なんで、しっかりとカバーしてあげましょう。
ただこれでね、大型に対してね援護してあげられる火力がなくなっちゃったんで、まあこいつは倒せるじゃん。もう一体大型はもしかして引いてないよ相手。というわけでなんかもうサクッと終わっちゃいましたね。はい、ゼウスの虹バッジ HP バーやべえなこいつ。まあ結構強化されたんですよ。一時期ちょっとね不遇というかあまり流行ってない時期があって、それからねずっと何度も強化されて今に至りますね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ゼウスの虹バッジでございました。いかがでしたでしょうか。まあゼウスっていうキャラがそもそもすごいいいキャラです。ピクドラもやれるしね。それと別に、それとは別に、ゼウスがいいキャラってのと、あとこれ見てください、虹バッジの数92個。めっちゃ増えてきました。めっちゃ増えてきました。まあ、バッチクイーンがね、まだね、虹バッジをね、全部取ろうとするととんでもない数必要なんで、まだまだ足りないんですけど、まあ順々にね、オーバー取ったりとか、あと一応ね、まだ中型もね、取ってないのがいるんですよ。例えばエミリアとか、エミリアね。調査兵団とか。エミリア調査員の古代魔導士。これぐらいかな中型は。ですね。すごい色鮮やか。ただね、このエミリア調査兵団古代魔導士はね、ずっと補欠で運用して、運用っていうか補欠にしてるから、まあ取らなくていいかな。とりあえず大型かなって感じで先に今終わってます。次の大型のね、虹バッジは何なのか。楽しみにしてください。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。